アクソルチャンネル。アクソルチャンネルの空です。どうもこんにちは、田中です。本日もよろしくお願いします。今日は家にあるほぼすべてのグッピーの水槽を紹介していきますよ。餌をやりながら軽く紹介していきます。残念ながら尺の関係上、すべてのグッピー水槽は紹介できないですけど、ほぼ8割の紹介します。最後までご視聴よろしくお願いします。まず1発目はこちらのいっぱい増えてる。 36センチ水槽の紹介です。わーいっぱいいますね。ちっちゃいのいますね。子供生まれたやつですね。これはなんていうグッピーなんですかこれはエンドラーズっていうグッピーの仲間です。細身でちっちゃくてメスは大きいんですよね。オスがちっちゃいので、メスが産んだ直後にオスが食べる行為がないので、どんどん増えちゃいます。特に温泉地の池や川でいっぱい増えてるのは、 このエンドラーズの系統が特に多い気がしますね。今回与える餌は、メディフィッシュとグッピークレストと混ぜたグッピーの餌となります。よく食べてよく太ります。これは先に言っときますけど、うちの水槽は基本的にはメスがいっぱい生まれるんですよね。水質の関係上なんでしょうかね。わかんないですけど、特にメスばっかり生まれます。 だいたい7割ぐらいはメスっていう感じで、オスの生存率が悪いとは思えないんですけど、なんでなんですかね。なるほど。オスにとってはハーレム状態になるんですね。メスが多いと、やっぱりおのずと子供も生まれる数も多くなってより増えるんでしょうね。見てみて、若いメスが大きめの餌を加えて必死に食べてるわね。食欲が旺盛なのも増える要素の一つよね。餌が豊富だと安心して、 子供も埋めて子育てができますよね。いけないいけないあんまり一つの水槽にあまり時間を取られては全部が紹介しきれないので次に行きますわね。次はこちらはね36センチなんですけど全然増えないブルーグラス水槽となります。こちらは全然増えないですね。やっぱりグッピーの種類とか環境とかによっては全然増えたり増えなかったりします。増えてるじゃないですか。レッドラムズホーンが そうなのグッピーじゃなくて会話い,いっぱい増えてます。それにブルーグラスなのにバックスクリーンがブルーなのはいかがなものかと思います。見えないですよね。ごめんなさい。この後ブルーグラス他の水槽でも綺麗なのがあるんで紹介しますけど、一応今回は家にあるグッピースイスをすべてということだったので、とりあえずこの水槽も見ていってくださいね。スキップしないでね。見るのをやめないでね。お願いしますね。 では次いきます。次はモスコパンダっていうちょっと黒っぽいやつでちっちゃいやつです。かわいいでしょう。この子たちも本来は増えるんですけどあんまり増えないんですよね。最近とおっしゃったんでしょうね。オスはブルーがかった感じの黒でメスは結構白っぽい感じでオスがめちゃくちゃかわいいですね。メスはいたって普通な感じですけどね。ちっちゃいけどエサもたくさんよく食べます。 ちょっとお母さん痩せてて、ちょっと下手ってる感じしますけど、クッピーって寿命が結構短めなので、世代交代が早いので、ちょっとそこはね、寂しいんですよね。もう子供は産まなくていいので、ゆっくり長生きしてくれるといいんですけどね。モスコーパンダめちゃくちゃ可愛いですよ。おすすめでお店で見かけたら、要チェックです。さて、次行きますよ。 次は、ジャパンブルーレッドテール、国産グッピーです。先ほどのモスコーパンダも国産です。こっちはブルーのボディ。紫がかったブルーのボディに、オレンジ赤色のテールが大きくて、とっても綺麗な国産クッキーとなります。水草に泳がせると派手で綺麗ですよ。こちらの水槽もめちゃくちゃ増えてるじゃないですか。赤ちゃんも子供もたくさんいますね。そうなのめちゃくちゃ増えるのよね。 この子たちも餌もいっぱい食べるしてこちらの水槽が36センチなんですけど水草も入ってますウォータースプライトという浮かせてます水の浄化も強力に行ってくれるし稚魚の隠れ家にもなるしグッピー増やすにはおすすめの水草となりますこの水草が調子が良いと水の安定されてるのもわかるしグッピーもおのずと調子が良いって感じですよね それとあとデッドラムズホーンもおのずとセットになってる感じですね基本的にはどの水槽もウォータースプライトデッドラムズホーンが入っていますね相性が良いんでしょうねそういうことねグッピーを健康にいっぱい増やすにはこのウォータースプライトとデッドラムズホーンは欠かせないと言っても過言ではないでしょう基本的に水え頻度とか教えてもらっていいですかどんな感じなんでしょうかいいわよ 基本的には、どのグッピー水槽も、2週間に1遍半分ぐらいの量を交換しますね。あ、隣の水槽は、こちらはレッドグラスですね。綺麗ですね。ウィローモスも茂ってて、とても良好ですね。そうでしょう。綺麗でしょう。正確には、南米ウィローモスなの。南米ウィローモスは、三角形の葉がとても綺麗なのよ。うちの全てのモスはこれなの。続いて、お次は、 ゴールドファッションモザイクです。青と赤のタイプがいて、モザイク柄の綺麗なグッピーです。こちらはまだそんなに増えてないですね。そうね。こちらのグッピーはまだ迎えて数ヶ月、二ヶ月ほどかなまだこれからかな。ちょっとずつ増えてるけど、これからどんどん増えると思うわ。40センチの細長水槽です。ちょっと掃除してないので、モスと石にもやもやした苔がいっぱいついてるので、 掃除しないといけないんですけどね。ちょっと見苦しくてごめんなさいね。でもあれですよね。基本的にはどの水槽もボカキは簡単なスポンジフィルターとか投げ込みとか簡単な装置で買えるんですね。グッピーって。そうなのよね。簡単なシステムで買えるのも魅力の一つだよね。こちらは下の方にある20センチキューブです。こちらに外国産のレッドモザイクのオスだけ入ってます。 こちらはベアタンクでシンプルな飼育ですね。餌は一日何回やるんですかそうね一日2回から4回ってとこかしら。魚の状態や魚を大きくしたいとか、子供をたくさん取りたいとか、状況によって回数は変えたりしますね。アクルルチャンネル こちらは以前に紹介しためちゃめちゃ増えすぎるグッピー系統の兄弟たちですね。今でもどん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 増えまくっています。もう何世代になったかわからないくらい増えまくってます。名前ももうミックスで何が何だかわかんないけど、赤系のグッピーですね。一応ね、新しい血もたまには入れるようにしています。あんまり同じ系統でずっと繁殖させると、 危険だったり体が大きくならなかったりトラブルが起きるので新しい血を少し食え加えたりしていますそしてこちらは45センチの規格水槽に入っている水草水槽の中に泳いでるグッピーちゃんたちですこちらもミックスグッピーとなってますいろんなのが掛け合わさって楽しいですよこの水槽は今までの水槽と違ってちょっと雰囲気が違いますね水草たっぷりでとても綺麗でしょうけど グッピーのの姿がが見えにくいのがちょっと難点ですねでもグッピーの姿が見えないということはそれだけ隠れ家があるのでいっぱい増えやすいとかそういうメリットもあるんでしょうけどねそしてこちらは3 6ンチを縦置きにした赤系のグッピーです国産のタンチョウというグッピーですタンチョウというのはあのタンチョウズルから来ています模様がタンチョウ柄ということです結構も7年ほどずっと買い込んでるので。 もう単調感はなくなってきてますけどね。そして隣のこちらは外国産の赤いグッピーフラミンゴグッピーです。ホームセンターでもよく見かけると思います。安くて綺麗です。そしてこちらは国産のフルレッドです。バルビノではないノーマルのフルレッドです。このフルレッドもめちゃくちゃ増えます。45センチのちょっと背の高い大きめの水槽なんですけど、 もう100匹は有に超えてると思います。グッピーを増やすポイントの一つとして、水槽の深さも関係するかと思います。深い水槽の方が赤ちゃんと親が上下に分かれて見つかりにくかったりするので、生存率は上がるのかなと思います。そうなんですね。そういえば、だいたいグッピーの水槽は何度くらいの水温に設定してるんでしたっけそうね。 うちの場合は一年中通して平均22度から28度ね結構幅があるんですねそうね冬場,場は22度で夏になるとどうしても温度が高くなるので本当は28度にはしたくないけど28度になってしまいますなるほどそういうことですねあとは水質とかペーハーとかどんな感じなんですかそうねペーハーはたい7以上7から8ですかね 結構頻繁に水替えたり砂利とか石入ってるので高度があるので上がったりします。軟水はあんまり好まないで中性付近がいいと思いますよ。こちらは60センチの外国産のミックスグッピーです。カラフルで賑やかで楽しい水槽ですよ。本当ですね。いろんな色が来て賑やかで楽しい気分になります。見ていて飽きないですね。隣にはミックスグッピーとカラシも入っています。 気が強いカラシン系の魚とは、混映するときは気をつけてくださいね。ヒレがボロボロになる場合があります。お店の人によく聞いて買うと良いでしょう。そして、こちらが我が家で一番でかい、120センチ水槽に入っている国産ドイツイエロータキシードリボンタイプです。お気に入りのグッピーです。リボンっていうのは、お腹のとこにひらひら長いヒレがついているやつですね。 とっても優雅で綺麗で素敵ですね。この子たちももう10年以上ずっと繁殖させて、系統させているなよね。まあという感じで、まだまだあと2割ぐらいちょっとグッピーいるんですけど、ちょっといろいろ高いとこにあったり、ちょっと汚かったりいろいろあるので、また次回機会があれば紹介します。そのためにもチャンネル登録しといてください。よろしくお願いします。ではこのあたりでまた次回もよろしくお願いします。 バイバイ。バイバイ